消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも翔平 TV です。翔平です。お久しぶりでございます。お久しぶりです。いろいろとすいませんでした。いえいえいえ、大変困りましたんで。はい、ごめんなさい。もう急遽復活しましたんで、はい、今日からね、パワーアップしてやっていきたいと思います。はい、引き続きお願いします。お願いします。で、カメラマンヒロとね。はい、お願いします。はい。気合入ってんじゃないか。気合入ってます。まあ、なんとか取り返そうと頑張ります。本当に。本当に頑張ります。時間もう今、もうパスパスなんだから。今日は、カメイ所沢さん来ました。はい。ここで、撮影お願いしますっていうことでやらせてもらえるんで、ちょっとまあ、新学期になって、うん、ね、中身とかね、多分増えてると思うんで、そうです、まあ、こういうのありますよっていうのを、出せたらと思います。今回はこちら見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。 GO! あ、懐かしいこれちっちゃいんですか。これさ、前のび太を紹介したんですよ。プロテイン、小学生、中学生が好むと身長伸びますよっていう。あ、成長期向けなの。そう、伸びた伸びたってね。バナナ味とかマンゴーオレンジ味、ココア味、イチゴ味とかいろいろあるんですよ。これを小中学生が飲むと身長伸びるよっていう。伸びたドラえもん。これなんか前買った気がするな。あ、そうそう、俺キャンプ買ったな。冬先生にプレゼントでもらったやつね。え、言ったよね。マジでいい、本当にリキッドタイプ。あ、久しぶりに、ね、来ましたよ。はいはいはい、はい。なんか前、行ったのは12月かな、冬ぐらいかな、クリスマスぐらいかな、行ったんですけど、品が増えてます。やっぱ新入生っていうのはあるのかもしれないですね。そうっすね。これもあるし。まあでも、王道な、本当にこう王道なグローブから、初心者向けというか、野球やり始め、そう、向けのグローブもあるし、まあ後ろに見てもらったら、バラエティー、機種みたいなちょっと待ってバラエティー機種は良くないよそれこっち専門だから。そうそう、バラエティー系のね、まあ、いろんなこうなんかおしゃれなキラキラしたねグローブが、まあ、草野球とかね。そう、草野球向け、遊び向けのグローブがたくさんあります、うん、これなんか俺気になるんですよネタ潰しもいいとこだよネタ潰しもいいとこだよこれ気になる、個人的にこれ気になる。あ、でもほらこれ、ほら今4月なんですよね。4月、新入生おすすめグローブ。新入生が新しくグローブを買うのにとか、野球を初めてこう始めるのにいいグローブですよ。しかも片付け済みなんで、購入してからすぐ使えるっていうのがやっぱね、うん、やっぱこれやってくれてるのが嬉しいよね。しかも、もし初めてね、中学校から野球始める人なんかは片付け分かんないと思うんですよ。そうだ、おせんべいグローブができちゃう可能性が。そう、逆にするやつ。ほら、これ呪術廻戦のあれ嘘つかないな行きましょう行きましょう行きましょう。バックバックバック、こうや、こうある、君はこう、君はこう、どうするよね。違う違う、そっから下がるだけ、向こう向かない。そうそうそう、公式用かな、これ。公式っすね。ね、公式用、これちょっとほら、売ってるから。あ、これ早く来ないと。多分買ってる人いるかもしれない。だから両親が今日グローブ10個買うっていうからこの中選ぶんかな。もう選んだかな。じゃあちょっと待ってね、俺だったらあっちから選ぶ。ここにこうなんかちょっと値引きされたさ、定価じゃなくて値引きされたグローブがあるってことなんで、まあまあ、高校上がったりさ、中学公式やり始めてさ、まだこう守備位置決まってないけど、まあ公式欲しいなってこう試しでこうね使いたい。うん、いいんじゃないですか。まあこれもね、またちょっと別で動画撮ってるんで。あ、そうなんですか。あのね、いつ言おうかと思ったらネタするし半端じゃないよいや、順番にやってるだけだから、マジで。どうしてるか、どうやーべー、ついに頭狂って帰ってきたからはい、別な動画で紹介するので、はい、ね、見てください
詳しく紹介してるんで、そうなんで、はい、ちゃんと読みます。そう、チーム統一だけど今、まあ、白にこう移行するチームがすごい多い、うん、その中でまだ黒を使ってるチームはあるっぽい、うん、だからこう白黒白黒とか綺麗に、はいはい、綺麗にじゃないけど、まあ程よく綺麗にこう、まあ、オセロみたいな感じで、ね、オセロ、そうオセロ、オセロだったらこれちょっとこれ白の方がいい。でもそうしたらお金だけ。もうじゃあ白。ごめんなさい。俺の例えが悪かった。ボケないでくんね、本当。今回はちょっと真面目にいきますよ。冷え冷え系の夏専用出てます。夏専用のアンダーシャツ。接触冷感ってやつですね。早くないですか？でもさ、早くない？今日暑かった。今日26度。暑かった。空撃ですよ。接触冷感の空撃で、ちゃんと空撃っぽくメッシュになってるんですよ。肌触れるところ冷たいけれども、その風の通りもいいっていう最強のアンダーシャツじゃないかと。半袖かノースリーブかっていう、多分ね。でもまだこれありますよ、フルメッシュ。それが出るのかな。いいね。でしかも秩父が新しく出たのかな。すごいやん。でほら、秘密は汗の膜を作らない開発生地、ドライエアロフローっていう。今年の夏のタンプレか。でも遅いな、夏のタンプレって。俺逆に、俺がタンプレで買った方がいいレベルじゃない。まあ夏入る前、6月、夏前だから。でこれヒロトのタンプレに変えよう。1月1日どうぞ風邪ひいてくださいじゃん。タンプレまでちょっと取っとくよ、これ。どうすか、どれ、どれ系。今からですから、半袖オープンの半短パンと、あのまま半袖出したのに、オープンってコアな人じゃないですか。西ハムファンぐらいですね。めっちゃビッグボスのやつはちょっと入れました。あ、うん、あ、そうなんですか。それ入れるんじゃない。それどこにあるんですか。もうないですか。あら、あら、もう北翌日ぐらいです。いいね、これ欲しいな。101匹ワンちゃん。あ、ん来た。これ最近ベイちゃんが来てる。来てますね。ベイちゃんも来てるよね。つかさかな。つかさなんじゃないかな。別の色も確かあるよね。ベイちゃん来てるこれ。はい、というわけで今回はですね、久しぶりに復活して、まあ、カムイさんで取材させてもらいました。そこでいろいろね、カムイさんの周りのね、はい、このバーって回って、うん、野球用品とかをご紹介してきました、はい、もし気になった方はカムイスポーツ所沢店さんに来てみてください。っずっとなんで持ってんの。終われねえから、それ持ってたら。いや言ってるじゃん、もう言葉しっかり言ってるよ。はい、気になったらね、よろしくお願いします。俺が気になっちゃうわ。で、カムイさんは、アプリ、カムイさんのアプリ、ポイントとかのアプリとか、うん、あのインスタグラムとかありますので、概要欄をね、チェックしてもらって、まあ、それは多分ヒロトが必ずね、貼ると思うので、はい、はい、チェックお願いします。で、まあ、のび太っていう、さっきさ一番最初紹介したやつ、あれ、はい、月石とかでなんかこう試飲会やってるそうなんですよ、メーカーさんが来て。それはあるので、まあ、インスタグラムをフォローしておけば告知されると思うので、はいはい、そこにちょっと来てもらって、はい、小中学生とか、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。買います。